こんにちは。まだ誰も来ていないんですけども、2020年10月4日日曜日、高校生読書学校内の日替わりステーション第1回目が始まっております。本当に聞こえてるのかどうかはわからないんですけど、一人目ありがとうございます。聞こえてたらコメント、あ、こんばんは、いただけるとありがたいんですけれども、今日は前半自己紹介をするという題名になっておりますので、自己紹介していきたいと思います。プロフィールを見ていただけたらわかると思うんですけれども、読んでいきましょう。1つ目、年に1000冊読書する高3男子です。ご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。聞こえてますね、よかったです。そうですね、1000冊、1日に大体高校生ですので、毎日平日は10冊、まあ少ない時だと5冊とかですけど、そんな感じで読書をさせていただいております。読書をする意味っていうのはですね、確かソクラテスだったかなが言ったのは、人生は短いから、他の人が見たことや聞いたことを書いたものを読んで、そこは短縮した方がいいみたいなことを言ってましたね。それに励まされて、読書した方がいいんだなみたいな、そんなことをやってます。はい、次、自分の才能をチェックするテスト、ストレングスファインダーで1位は集中力、読書で知識を集めたはいいもののアウトプットする場所を探していましたということで、このラジオを始めたきっかけを書いているんですけれども、ストレングスファインダーっていう、最近、電車の車内広告でも、出てきたんですけれども、ストレングスファインダー、自分の才能をチェックするテストですね、そういうテストがあって、確か177個の質問に答えることによって、あ、どうも、田行さん、こんにちは。今自己紹介をしているんですけれども、177個の、そうですね、質問を答えることによって、35項目の中の、資質の中で1位から5位を知ることができるという、そういうテストになっております。そうですね、アウトプットする場所、 YouTube を始めたんですけれども、まあ、ネットの環境によってちょっと無理そうだなと思って、まあ動画だから画質が容量が大きいのは当然なんですけれども、それを音声だけのこのラジオだけにすると、まあ、いけるんじゃないかなって感じで、今回初めてですね、やってまいります。はい、天気の良い日にのみ発信するため気代わりと名付けました。多分こんな言葉はありません。はい、僕の名前、ユーザー名というか、ここのチャンネル名というか、日替わりステーションの、代わりがちょっと変な代わりになっておるんですけれども、これは日替わり定食とかね、そういう言葉よくありますけれども、まあ、天気ってすぐコロコロと変わるものなので、そういう意味でこの日替わりという言葉にしたんですけれども、天気のいい日っていうのは、今、ちょっと体力をつけようと思って走っていて、その、休憩中に放送しているため、まあ、天気の悪い日には放送できない、必然的なそういう意味ですね。はい、そんな意味で放送しております。その日のニュースなどと絡めて流れの速い情報の波になる若者のたわごとをお楽しみくださいませ。はい。僕のプロフィールの最後の方にもニュースチェックということで BBC と IT メディアニュースを見ているよみたいなことが書いてあるんですけれども、僕のこのチャンネルの趣旨としては、まあ、そんな感じで自分の読んだ本の内容とニュースの内容を絡めてお話できたらなみたいな、でもその根拠のない自分のただの意見ですので、たわごとということに位置に留めさせていただいております。時間は15分から20分を上限にしています。あとは試行錯誤のみということで、まあ走ってる最中ですので、ちょっと休憩くらいにしとかないと、1時間2時間を話してやると体力つける意味があまりなくなってしまいますので、15分20分という上限を設けさせていただいております。はい、以下は、午後4時に下記に放送予定を掲載させていただきます。基本ライブ放送ですので、よろしくお願いします。フォローはコメントレターは気軽に、むしろこちらからお願いします。はい、あとはまあ読んでいただければ分かると思います。好きな言葉は鬼行動ということで、これはYouTube チャンネルでもやってるんですけれども、YouTube チャンネルをねやってる方で、学ぶさんっていう方がいらっしゃるんですけど、
その方が鬼行動ということはね、とにかく行動みたいな、とにかく積み上げみたいな、そういうことを結構言ってるので、もう僕も鬼行動しないとな、みたいな。もう結局影響されてますね、感じでね。まあ、そういう感じでやっております。はい、何か質問があれば、はい、のつさん、ありがとうございます。質問があれば、コメントいただければ反応いたしますので、よろしくお願いします。今の自己紹介ですね。もう5分22秒。お早いですね。10分になったら後半に行きたいと思います。ということで、今回の使用機材ということで、あ、こんばんは、どうも。今回の使用機材ということですね。僕、片手、左手にですね、iPhone SE の第一世代のものを持っております。このいいところは4インチの画面サイズですね。制服の学ランの胸ポケットに入って授業中にいじれるという。まあ、これ一番やっちゃいけないことなんですけど、そういうことができるっていうのはね、いいところだと思います。2番目は Amazon Fire 7が放送機材となっております。今右手ですね、皆さんのコメント、今6つ出ておりますけれども、こちらを見ております。はい、ちょっと、今日は風がない日ですね。ちょっと暖かいのかな。今、栃木県からお送りしておりますけれども、そうですね、今日は暖かい日なのかな。ちょっと車通りが多いところで話しておりますので、車の雑音というのがちょっと入るのかなと思っております。天気は曇りで、見通しは悪いです。はい、次。そうですね、今イヤホンで、Bluetooth イヤホンを使っておりますので、多少抑えられているとは思いますけれども、もし聞こえづらかったらコメント欄にてお願いいたします。はい、ニュースチェックは、BBC ジャパンと IT メディアニュースの速報を見ております。ですね、なんで BBC を見るかっていうと、例えばNHK とか、他の民放とかもありますけど、なんか、例えば NHK のホームページ見たとしても、まあ、結構ね、国内のニュースが多かったりして、国内の方にしか目が行かなくなっちゃうんですよね。そうすると、例えば、どこどこで殺人があったとか、どこどこで強盗があったとか、なんか悪いニュースにしか目が行かなくなっちゃうので、ここは一層全世界に目を向けることによって、より視野を広げていこうっていう感じでですね、BBC を見始めたわけなんですけど、僕はまだ英語力がね、少ないので、さすがに BBC を原文読むことはせずに、日本語の翻訳されたものの BBC ジャパンの方をね、見ているという感じでございます。でですね、IT メディアニュースっていうのはね、まあ、名前の通り IT のニュースの速報が出ているんですけれども、IT のメディア、そうですね、最近ね、いろいろ IT でも進んでおりますし、僕の将来としては IT の道に進もうかななんて考えていますので、こういう点で、そこを短くニュースを見られるのはいいところかなと思っております。今聞いておられるのは一人ですね。ありがとうございます。はい。その他数えきれない頭の中の知識ということですね。最初冒頭にもの、言ったんですけれども、年に1000冊を読んでいるということで、1000冊読ませていただいておりますけれども、結構ね、毎日続けるのは大変ですし、読むのに理由あんのかな、意味あんのかな、みたいなことも考えるんですけれども、そこはさておき、ここのアウトプットの場で使えるかどうかを、試していきたいと思います。何か質問があれば、ここ初めてですのでね、どうやって使ったらいいのかな、なんてことも考えるんですけど、みんなにコメントを送ろうということで、なんか一つあるみたいですね。ここに一つ打っときますか。ご覧、いただきありがとうございます。ご覧いただきありがとうございます。コメントなど、ご自由にお願いします。よいしょ。はい。ということですね、もうそろそろ10分に、今9分42秒ですので、もうそろそろ後半の、方に、みりんさん、こんばんは。今自己紹介が終わってですね、今日のニュースということで、そちらの方に移ろうとしております。
ということで、皆さんは今日のニュースは何かいいのがあったでしょうか。何かいいのがあった、気になるニュースがあればコメント欄にお願いいたします。今日まず BBC ニュースからお伝えいたしますと、イギリスに1日の新規感染者1万人を超える検査拡大後で初ということが、報じられておりました。1万人多いですね。今日本が確か2万2000人ぐらいでしたか、2万3000人ぐらいだったかな。あ、そんなにいなかったかな。いるようなさっきな。だから、まあ、そのまま2日ぐらいでですね、新規感染されてしまうと。今ヨーロッパだけで、ね、世界の、結構何割かを占めてるっていうニュースねありましたけど、やっぱりヨーロッパ EU というか、そのね、国境がない状態ですので、やっぱり感染拡大は急速に早まるのではないかなと思います。はい。次ですね、トランプ氏や側近らホワイトハウスのイベントで集団感染か。はい。トランプ大統領が感染されたというニュースが数日前にありましたけれども、確かですね、なんだったかな、 IT メディアニュースの方の速報でも確かツイッターでありましたね。トランプ大統領の新型コロナ陽性で大量発生、死ねばいいのにツイートは削除すると警告。はい。まあ、コロナね、かかんないって言ってた割にはトランプさんかかってしまったんですけれども、ね、やっぱり誰にでも感染するリスクはあるっていうことがわかりますよね。側近ら集団感染か。まあ、ホワイトハウスどうなっちゃうんだろう。まあね、ホワイトハウスっていうと、外側からの攻撃にすごい強いっていうね、感じがありますけれども、ね、核のミサイルにも耐えられるほどのシェルターがあるって言われておるんですけども、中からね、集団感染っていうのはとても脅威となる事態だと思うんですよね。そういえば、トランプ大統領が軍の病院に、ね、入院されたということですけども、軍の病院はその外部からの、例えばミサイルとかの攻撃に対して強いのかっていうのはとても不安なところではあるんですけども、どうなんでしょうかね。はい。ということで次行きましょう。ロシアのニュース編集者、地方庁舎前で超新自殺。ということで、そういうニュースがありました。確か、私の死の責任は、ロシアにあるなんてことを言っていらっしゃいましたね。そのようにしてですね、やっぱり、どういう事情なのか僕はまだよく見てないんですけれども、ロシアですと、言論統制がね、厳しくされているというか、一部されているということも聞きますので、ね、確かロシア側の、ベラルーシでしたかね、でも抗議デモが行われているということもありましたし、やっぱり言論の自由っていうのは、とてもまあ、ある意味で難しい問題でもありますし、自由というのは守らないといけないっていう反面、変なことをね、なんて言うんでしょうね、個人の自由を損害するというか、個人の権利を損害するような発言をも許さざるを得ないっていうこともありますし、やっぱり、共産主義国家では、いろいろあるのでしょうかっていう幕切れの悪いニュースでございます。次ですね。日本社会は泣きづらい、心と体を癒す涙活、涙に活動を唱えて涙活というものがあるようですけれども、確かに日本社会は島国ですので、集団でね、身に合わせるっていう文化が広まっておりますけれども、すごいね、なんて言うんでしょう、泣きづらい、やっぱりね、みんながやってるから自分を合わせなきゃみたいなことがあるんでしょうか。涙活ということとても興味がありますね。どれも、急上昇に入っておりますね。BBC ニュース以上です。次行きましょう。IT メディアニュースの方に行っていきたいと思います。10月2日ですから、今日は、何でしたっけ？今日は4日、3日、2日、おとといのニュースを行っていきましょう。メルカリ値引きの提案機能は終了ということですね。メルカリ僕も結構落ち込んでいたんですけれども、メルカリで一定期間売れないとですね、これはやっぱりもうちょっと安くした方がいいんじゃないかということを、メルカリ側がどなたか一人聞いていただきありがとうございます。どなたか、あれですね、自由
メルカリ側がですね、値引きを提案してくださって、それに値下げするといくらか売上げやすくなるということがありました。それを14日から順次、落札していくということがあるみたいですね。次、ホンダ F1 撤退へ。はい、ホンダ F1。確かトヨタも結構前にね、撤退しましたけど、ホンダ結構強くてね、ホンダの技術力は高く評価されていましたけれども、ホンダももう撤退するということなのでしょうか。はい。ということで次、見ていきたいと思います。あ、ウイスキーおじさんさん、こんにちは。というか、こんばんは。お聞きいただきありがとうございます。現在、後半の今日のニュースを僕はどう思ったか知識と紐づけて解説するというコーナーをやっております。何かコメントなどご意見がありましたらご利用にお願いいたします。そうですね、今回今、話しているのは IT メディアニュースということで IT に関するニュースを言っております。東証のニュースもありましたね。東証確か、この間の、新聞記事いつでしたっけ、金曜日ですから、ですね、10月2日の新聞ですと朝日とか下野、まあ、今栃木県から放送しておりますので下野新聞であったり、とか読売新聞であったり毎日新聞は全部一面が東証のニュースで埋まっていますよね。それほど重要な関心事の高いニュースなんでしょうね。確かどこかの新聞社 の一面のコラム、小さなコラムで私たちは意外と危険なブラックボックスの上に生活が成り立っているっていうことが書いてあって、ああそうなんだなっていうことが思いましたね。確かね、世界市場の1秒の差を使ってある会社の銘柄を安く買ってその間に自分の少しの利益つけて売るっていうこともありますあるみたいですので、やっぱりその1日にでも、東証市場がですね止まってしまうっていうのはとても、まあ、損害なんでしょうかね。とても原因が知りたいところでありましたけど、確か昨日の時点では原因はまだ分かっていないということがありましたので、やっぱり、難しい問題もありますよね。はい、ということで、今回今日の、ニュース解説はここまでということで18分頃までやらせていただきました。あと2分間は何を話そうかなと思うんですけれども、エキさん、フォロワーをいただいている方ですね、ありがとうございます。はい、ですね、ということで今日はですね、僕の身の上話というか、ということを話していただきたいと思うんですけれども、僕は今高校3年生で建築を学んでいるんですけれども、今栃木県から放送されています。はい、僕の確かツイッターのプロフィールですとね、栃木県は日本で一番、なおさんこんにちは、こんばんは、どうも、今栃木県の話をしておりました。栃木県はですね、認知度が結構一番低い方の県ですので、まあ、茨城県もね、群馬県もだったかな、群馬県は有名なのかな、結構こうアピールするポイントが少ないって言われているんですけども、今ですね、現代社会をですね、習っている先生が聞くところによると、関西の方に行くとですね、私は日光には行ったことがあると。でも栃木県はどこか知らないっていうことがね、よく言われるみたいですね。実は日光は栃木県の一つの市ということで、日光東照宮など有名なところがありますけれども、栃木県は餃子の消費量1位を目指している、県でございます。海なし県ですので、本当はね、僕海が好きなので海のある県に行きたいなとは思うんですけれども、まあ、災害の少なさから言ったら一番ではないかなと思い、その安心さですねからまだ、県を移すことはまだ考えていないんですけれども、そろそろ、大学生になり、将来を考える時期でございますので、19時19分45秒、もうそろそろ終わりにしていきたいと思います。今日はですね7人の方がお聞きいただきました。
これを放送終了後何人の方がお聞きいただけるのか分かりませんが、初めての実績のない高校生読書学校来の放送をいただき、お聞きいただき誠にありがとうございます。毎日できる放送をしていきたいと考えております。今先ほど思ったのがピアノを最近練習してるんですけども、それも適当に流しておいたらいいんじゃないかなとかとも考えておりました。ということで今日の20分をめどに、終了させていただきたいと思います。また明日お会いしましょう。バイバイ。